これはね、でも今度もしかしたら東京の本線の RRC 引退投票団の障害ファイナルにちょっと出れるかもしれない。これでもそうだよね、障害よくは頭がね、うん、いい位置だね、うんうん、で、うん、すごい力あるから飛ぶんですよ。ああ、そっかそっか、うん、そうなんだ。 これはね、力ないの、全然。あ、そうなんだよね、うん、軽いのってやっぱそうなんだよね。見せかけの力だ、うん、だから高いのとかさ、うん、やっぱあんまり飛べないんで、うんうん、ギョンって飛ぶのはこういう方なんだよな、うんうんうん、これも若干まだちょっと力がね、こっちほどないよね。そう、ないないない、うんうんうん、ただこれは度胸がいいから。あ、度胸良さそう。あの、何も見ないからいいんですよ。ああ、そっかそっか、うん、一直線だ。そう、余計なこと考えねえし、これ。うん。ね。うん。なに、旦那さんがもうじゃ一人でだいたい、あの、順次してんの？そうです。だいたい。そう。へえー。うん。もう一日中乗りっぱなしなんじゃ。本当ね。うん。でもね、あの、引退、競走馬は、はいはい、全部ね、最初グランドワークからやるんですよ。そうだろうね。うん。だって、お客さん引きずっていくようなのばっかりだからね。あ、え、だってお客さん、あ、でも乗れるようにするんだ。そうそうそう。おお、すごいね、うん、やっぱサラブレッドってさ、うんうんうん、やっぱ希少飼ってるから、うん、なかなかできないなと思ってたんですけど。でも私はこの子たちの、うん、なんかこう変わってくるとこが好きで。そうだよね、うん、これが本当、俺なんかはこれでずっと来てたから、うん、やっぱ馬って言ったらこういうのってなっちゃう、ちょっとなっちゃうんだけどね。ちょっとカッカカッカしてさ、うん、でビュッてこう行くっていう感じよ、うんうんうん、そうなんだよな。ゼンライディングはどこから名前つけたんですか？ゼンはね、うん、あの、乗馬クラブは英語なんですけど、はいはい、あの、要は禅って座禅の禅で、お、あの、ヨガなんですよ。なるほど。禅ヨガスタジオっていう名前で。へえ、うん、なるほど、うん、で、乗馬クラブの名前いろいろ考えたんだけど、はいはいはい、もうどうせなら全部禅グループにしよう。なるほど、うん、へえ。馬が見えるカフェっていいと思いません？ん、馬が見えるカフェで。あ、カフェ ね、馬カフェ。え、作るの？うん、やろうかなと。ああ、いいですね、うん、もっとね、もっと本当はね、引退競走馬を受け入れてあげたいんです。はいはい。だけど、やっぱ稼げる手段がないと、まあね、維持できないから。そうだよね、うん、ただ、そっか、でもこのコースも来れる人が絶対的に少ないかね。まあ、そうですよね、うん、そう、まあ、そこでハーブリカーの方で。ただでさえそうだな。それはやばいな。まあ、いや、やばいわそれは。してないしてない。受けてる受けてる受けてる。関西っていう世代はなんか X な世代が多いですかね。いや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 、自然体なのよ。自然体なの僕らは。そんな笑ったね、笑ったよね。ん？うんうん、あれ、丹さん、乗馬って何級まであるの？ね、級で行くと1級で。あ、1級が最高？うん、で、それが前上強で、道払いだと ABC なんですよ。あー、そうなんだ、うん、ああ、違う、やっぱ違うんだね。あれ、指導者級っていうのもあるんですよね。あ、ありますよ、うん、あ、それはもっと上？いや、それまた全然別です。あ、別なんだね。じゃあ1級は偉いんだ。1級は偉いですよ。あの、オリンピックライダー級です。
だけどその3級と2級の壁っていうのがすごい高くて、うんうんうん、また2級と1級の壁っていうのがすごいあるんですよ。ああそうなのね、うん、だって私ほら乗馬始めたのがもうそもそも遅いから30ぐらい、うん、おでもその割にだね、うん、あまあ乗ってる数だねやっぱりクラスがね、うんうん、で難しい馬乗ってっからな、うん、だってこんなのに乗ってたら、うん、年中飛び跳ねられてそうだよ、うん、でも私ヨガの体幹で落ちないですよ。ああ体幹はやっぱいや大きいですよ馬にもやっぱり。でどんなに例えばこの辺まで下に落ちても上に上がってくる。ああ戻れる、うん、すごいな、うん、テンションも落ちてるのまあでもあれぐらいじゃな、まだ落ちてねえもんな、うん、落ちりゃよかったのにな、まあ、80% ぐらい落ちてた、落ちてたけどなもう落ち方考えてました、ね、惜しかったなあ、行ったと思って、俺も完全に左でよかったと思ったそしたら耐えたからな、うんうん、あそこから、うん、戻ります。体幹、体幹です、体幹、いやよく耐えたよな、うん、あれな、うん、うん、雪の中なんて本当にいいですよ。あ、本当。本当幻想的。へえ、うん。あのおとぎ話の世界に。うん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 。あの雪の回廊ができるんですよ。うん。雪の回廊。うん。なんか降った次の日だと、うん、ダイヤモンドダストで、うん、キラ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 。ああ、いいね、うん、あれね。うん。お、あ、そんじゃ気温もだいぶ落ちるんだね。そしたら。もちろんマイナス。5、6度行っちゃうし、あ、5、6度くらい行く、うん、雪も降るときはね、一晩で1メーター近く降るんです。あ、で、それを馬が一生懸命足上げて駆け足するでしょ、うん、すごい気持ちいいんですよ。いやね、うん、そういうとこも撮りたいな、うん、みんな憧れでしょ、多分。そう、そういうの、うんうん、だから雪に来たとあのお客さんは、うん、関西とかからリピートできますよ。あ、でほら落ちても怖くないですよ。そうだそうだ、本当だよね、うん、海みたいなもんだから、うん、多分映ってると思うよですね、これしっかり見てたもんいやしかも2階だからね。え、2人は先輩後輩の関係？そうなんですよ、同じ旧車だったんですよね、うんうんうん、ん？何ですか？え、引退してど、あの職場辞めて、もうね11、2年ですね。へえ。やっぱでも覚えてるもんだね、ずっと乗ってなかったんですよこれで。あ、そうなんだ、うん、へえ。彼はあのどっちかっていうとあの厩務員の方だったから、うん、僕はもう乗るばっかりだったんで。あ、そうなんだ、うん、うん、あの攻め線って攻め馬専門の攻め線、うんうんうん、攻め線っていうんですよ僕は、ね、へえ。
まあ、ザーでももうあれでしょ、お手のもんでしょ。まあ、はい、まあ、ね、まあ、とりあえずは何でも乗れる感じですよ ね、うん。だからそれでも乗馬クラブによっては競馬でしょ、競馬場でしょっていうことで、うん、初心者レッスンを受けてくださいって言われるんですよね。30分5000円だそうですそうそう、そうなんだ。また電話しますって言って切りますけど。そうなんだよね、初心者レッスンを受けてくださいって。いや、競馬場勤めてますけどって言ってもだろ。いや、そうそうそう、あ、いやいやいや、毎日競馬場で毎日馬乗ってますけどって言っても、うん、あ、わかりました、じゃあ初心者レッスンの方からえ、逆に教えてあげるからって言えばいい。だからまあ黙って切るしかないよね。うんうん、すいませんって言って、なんか、じゃあちょっとすいませんって言って。うん、意外に多いんだよな。なんかな、そうです。まあでも話だけだからさ、うん、まあ、分かんないっちゃ分かんないんだよな。だから私もね、なんだろう、電話で駆け足したいんですって言われると、うんうん、なんだろう、レッスンとは言わないけど、一回ちょっと馬場で乗ってる姿見せてくださいって言って。そうだよね、うん、ちょっと構えるよね、そんなこと言ってきたらね。そう、うん、誰でも彼でもって感じじゃないもんな、うん。もう俺今日しっかりあれだわ、全ライディングひいきになったから。いや本当にひいきに。だからもうここで撮影させてもらうから、これボン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 飛んで、これ撮影させてもらうから、うん、じゃあ山行きますよ。山行きましょう、はい。ここもいいコース、ここだけですごいけどな。、うん、山が登りちょっと気配しますね、ここ一瞬だけ。どっからでも行くぞ、ずっと。いや、ほんとすごいわ、うん。これね、雪の中をイメージしたら、本当に全部銀世界になるわけですよ。へ、うん、この切り立った山がいいよね。うん、お、冬はもうまた来れない？来る？いや、外上、ここ外上コースですよ。あ、外上コース。メインの外上コース。あ、そこそこ。え、だってこの谷とか大丈夫なの？わかるの？わかるわかる。あ、わかるんだ、うん、あ、落とそうと思ってもまあ落ちていかないよ。あ、そっか、うん、そっか、うん、馬の方が賢いな。そう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 、鍋より、うん、そうですね、うん、冬はじゃあ落ちていけばいい。そう、落ちていけば、うん、え、ほんと気持ちいいから。みたいな、いや今日鍋いい仕事してるからな。まああと1回ぐらいやるだろうな、きっと。もう1回で、たまに冬とかだと野ウサギがこの辺ピョンピョン、ね、あ、ピョンピョン、そうすると馬はねピョンって呼ぶと、ね、ピョンとね、うん、あ、まあそれはなりますね、うん。なんか全ライディング行くぞって言ったら、いや僕ちょっととか言いそうな気がするな。大丈夫かな、そうですね、うん、あ、ほんと綺麗だ、ほんとに、またここまた北海道とは違うな。そうですね、北海道は違いますね、うんうん、入っちゃうね。ここがね、春全部こう山桜なんですよ。山桜、うん、綺麗。
で上がってくるんですか。そうです、うん、体力あるな、何これ一息で帰り全部上がってくる。おお体力ありますよね。いやすごい足腰鍛えられるから。で冬だからうちの競技馬たち毎日これ山に行くんです。おお。で雪だから負があるでしょ。はい。すごいあの腰の運動になるんですよ。おお。これ石はでも全然大丈夫？座席はねうちしないですよ。でだから逆にあの雪の方がいいんですよ。ああね、まあそうですよね、うん、いやあのほらまあすぐ爪固くなるんだろうけど、もうだからこの子たちは固いですよ、うん、競馬場から来たばっかりはさ、そう結構柔らかいから、そう最初のうちはすぐビーコンになってて、うん、まあちょっとね慣らしていかないと、うん、ここなんてほんとね雪両方かぶるからすごい綺麗。ああいいね、うん、これ積もるのは何センチぐらい積もるんですか。1メーターぐらいは。1メーターぐらい、うん、で雪深いですよね、もっと、うんうん、イメージは。いや最近ね雪少ないんですよ。ああ最近は少ないですか。うん、前は2メートルとか積もってたみたいだけど、うん、帰って登るときそこだけ気をつけてください、ね、そこ滑るんで。はいはい。うん、漢方合わせるってことどうやって気をつけて、うん、端あるけど大丈夫。端あるなる。鍋は本当気をつけて足も本当です、ね、ああさすがだね。それも頭いい位置にいるあるから、うん、行き出したら結構しつこいかも。あーちょっと捨てちゃったな。狭いところ、うん、これもう全部もうこれ一息で帰ると5分かかんないですよ。本当すごかったすごいっすよ。俺ら初体験ぐらいじゃないですか。いや本当ですよ、こんな道。はあ、こんな道、うんうん、エンデュランスってこんな感じなんですかね。そうね。あそうなんだ、うん、もう本当ザ山道だからね。あこれは来たことあるの？このさんとこの前来た。これよ、もう本当あの毎週来てますよ。ああそっかそっか、うん、あっとごめん。こうみんなあの乗れない人はこうやって波足だけ。ああ波足でね、うん、駆け足させないから全然慣れてるもんな。うん、うん、鍋さんあの木に ぶら下がってターザンしてくださいえここにぶら下がっていいぞ。そう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 、あキャンターできてやってこれなかなかって、ね、結構痛いっすよ。痛い痛い。
でもほら帰り帰ってくるときあれ、ま、顔面直撃しないように避けてる。いや本当ですよね、うん、すごいすごい勢いで走ってくるから。で結構硬かったですよ、念のため触ってきましたでしょ。だから念のため気をつけてもらわないと。鍋俺帰り前な、まあ、前で行くから。確かに、うん、前有利、うん、完全有利でしょ。そうそう、後ろはどうにもなんでしょう、ね、ね、後ろは来るだけだから、うん、いやすごい林道だな。本当すごいですね、うん、馬とじゃなきゃこれで、馬とじゃなきゃこれ。本当本当、去年一回子熊は見たことがあるんだけど。本当、あ、じゃあ親どっかいますよね。親はいるね必ず。でも丹野さんじゃ勢いあるから逃げていくでしょ。えーとか言うと多分私が叫んだら逃げていくかな。そうでしょ、ね、迫力ありそうだもん、うん、とりあえず大丈夫かも、うん、やっぱヨガの力がね、うん、どうする。あのここで折り返しますけど、あ、順番、うん、私先頭それとも最後どっちがいいです。うん、あー前行ってもらった方が動画撮れます。うん、あのはい、この大丈夫ですこの順番でいいですよ、うん、じゃあ行きますね。折り返し、あ、オッケー、オッケーですか。これ駆け足で行くの、うん、ずっと駆け足で最後まで、オッケーですか。はい、はい、よっしゃ。話しかけないでね。いやいやいや、すごいな。いやいや、これは
？最後まで。OK ですか？はい。はい。ちょっと終わっといて。泣いた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 泣きました。いや行くんだったらもう俺は短くするから。本当にいや馬がよく、まあ、いや本当ですよね。なあ馬がすごいでしょ。あ曲がるよな。いや曲がるし疲れないし、うん、ねへこたれない。そうすごい、うん、この2頭はやっぱりすごいよ。この2頭はいくらでも行くよね。でしょ、うん。うん、あーすごい。いやーすごい、うん、いやこうあとよく足見といてそうですね。もうちょっとコート選べなかったですね。まあ、でもそんなに速いあれじゃないか、うん、スピード的に、うん、スピード的には体感はすごいですよ、ね、体感は半端じゃないよ、うん、半端じゃない。俺ら初体験だろこれ。いや本当に完全に、うんあの本当 いつもあの乗馬を楽しんで帰るんですけど。Thank you.
いやちょっと感動したな今日は。すごい。よかった。よかった。それは田野さん進めてくる理由が分かったわ。ああ本当。いやでも来てよかった。本当に。いや私もね海外でね相当いろんなとこ外場行ってるんですよ。ああそうなの。海外どこがおすすめですか。あのねオーストラリアのタウンズビルって島があって、その島だとこういう掛け合わせをさせてくれる。でバーってね海の中にあの海が入ってすごい楽しい。もっと荒いでしょ。こんなもんじゃないでしょ、うん、オーストラリア人だから。そうそうそう。で私最初何回乗ったことあるって言われて、で10回ぐらいって言ったら OK って言って10回走ったら10回次行けるわけじゃないでしょ。いやいやいや思ったらこれがね私の馬のお尻叩いて。ああそうですね、そうだそうだ、そういう感じです。外国の人ってなんで隣のお尻叩いて。ただねこれ面白いのが、馬はできてんのよ。ああなるほど。馬はやっぱ信頼を受けるよね。そうやっぱりね、それが違うんだよ日本と。決してね背骨ぴょんなんてしないから。そうなんだよね。へえ。よく作ってるよねやっぱり。本当そう。帰りました。うわ、大汗かいた。どうしたよ、お前さん。おい。すごいじゃないですか。ね。これほら余韻が残ってるもんこれ。本当だ。余韻が。いいでもさっきまでモミジつけて。さあ頭についた。うん。これはどこに。あ、ここに入れてもらっていいですか。そこに、はい、私どくんで。よし、はい、ありがとうね。もうめちゃくちゃ頑張ったのお前。よいしょ。はいよ、こっちこっちこっち。よいしょ。はい、すいません、ありがとうございました。いい子でした。あのガクガクなんだけど。いやいや、なりますよね。なるだろう。だって僕でなってるってことなの。普段乗ってないし。きついね。クラ取っちゃおうか。え？なんか中で。あ、いや、取っちゃおう。はい、取っちゃおう。はい、はい、よいしょ。はい。すいません。え？いや、雨もギリギリって感じでしたね。そうだな。あのちょうど あそこで林入ったから、あの影響受けなかった。分かんなかったね。はい、あよかった。もう上の山温泉確定だろ。てか帰れるかな。本当に。いやこれ僕できついから普段乗ってないおさむさんをやってる人。いや本当によく乗ったよ。これあれ落ちててもおかしくなかった。おお、よかった。タムさん、お前の中も撮っていい動画。どうぞ。大丈夫、うん、大丈夫、何でも撮ってください。大丈夫、うん、映って大丈夫ですか。今回ってるんですか。回ってる。あ、これ回ってる、はい、あ、これもあの、少ないよ。可愛い2人で撮ってあげて、私はいいです。撮らない方がいいですか。大丈夫。何撮ってもあの、宣伝してください。女の子しかいない、可愛い上学だって。女の子しかいない。わかりました、ね。はい、本当に言いますから、ね、見て編集すんな、おさむさん。見て本当に超可愛い女の子しかいない。はい、おばちゃんはいません。おばちゃんはいません。そうですか。それ俺に言ってんすか。落ちてはいたくないんです。ただあれに落ちるみたいな凍ってるところ。めちゃくちゃ痛い。新卒の時よね。さっ
か今経験者的に言ってたけどね。これ結構これが何が欲しいです。え、そうなの。元気よくて7歳来たばっかの時、はいはい、2回落ちてます。あ、そうなの。ナイスフォロー、うん、優しいね。一回落ちてる。なんか私は落ちてます。え、でも私のもうマシンでホロホロもでもいけますよ。あ、ほんと。クラマシで倍増。すごい。なんだろう、福祉で。Thank you.